こんにちは、こんばんは、渡根です。今回はね、受験が、はい、最近更新できてなかったのは、受験のせいですね。はい。まあね、洗顔でして、まあ、徐々に、日が経ってきたので、とりあえず勉強してましたね。はい。で、とりあえず、2月8ぐらい、1月28日に、受験日だったんで、はい、それやってましたね。で、まあ、今回の報告はですね、映画を見てきたんですね、映画。前も言ってた通り。前売り券も買ってたように、こちら、アイドルマスター劇場版、輝きの向こう側へ、という映画ですね。で、特典クリアファイル11種類、全11種類あってですね。で、まあこれ実際開けてるんですけど、まあ2週目も行こうと思って、まあ2週目0巻だったんでどうしても行きたかったんですけどね、2日目になくなっちゃって、金がなくてですね。で、まあこんな感じと。で、ミリオンマスターのシール。で、これはまあ前売り券ですね。で、これが本命の、ファイルですね。まあ、0巻の方が欲しいっちゃ欲しいんですけど、まあ、これが当たったんでよかったんです。これですね。はい。はるかですね。これはちょっと嬉しかったです。で、この、クリアファイルの秘密と言ったら、はい、原画が入ってるんですね。こちら嬉しいですね。はい。多分作成した時用の、はい。作成した時の原画ですね。それを印刷したやつがこれだと思います。まあ感想としては、良くも悪くも普通ですね。まあ、感想としてはちょっと、まあ、普通か微妙の間でしたんですけど、まあ、とあるのインデックスよりちょっと面白くないぐらいですかね。まだインデックスの方が面白かったですね。ああ、でも作画は結構頑張ってましたよ。で、まあ、それを記念にっていう感じで、これ買ってきましたね。本。まあこれは、0巻の、これで0巻あれば、まあ揃えれたんですけど、まあ2巻ほどあるってことなんで、まあいつかっていうか、近いうちに買いに行きますけど、はい、まあそんなとこですかね、今回の収穫。で、自分ポケモン買ったんで、そちらの対戦動画も上げていこうかと思います。もしフレンドコードを交換してくれる方がいたら、お願いします。まあ、または対戦しましょう。では、さよなら。